ドットコムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。高校野球ドットコムの栗崎です。今日は社会人野球の強豪日本通運野球部にお邪魔しております。日本通運野球部は都市対抗野球日本選手権合わせて2度の優勝を誇る名門で、プロ野球界にも多くの OB を輩出しています。近年ではメジャーリーグに挑戦したサンディエゴパドレスの牧田和久投手や、昨年まで日本ハムファイターズで活躍した武田久志投手も日本通運の出身です。そんな日本通運野球部で現在ドラフト候補として注目を集めているのが生為翼投手です。生為投手は茨城県水戸工業高校の出身で、大学は流通経済大学に進学しました。大学3年時に出場した全日本大学野球選手権でチームを準優勝に導いたことで、その名が全国に知れ渡り、速球派ドラフト候補として大きな注目を集めるようになりました。大学卒業後に進んだ日本通運でも1年目から頭角を現し、10月25日に行われるドラフト会議でも指名が予想されています。今回はそんな生為投手のピッチングをご覧いただきたいと思います。どうぞ。後ろで見守っているのは昨年まで北海道日本ハムファイターズで活躍した武田久志投手兼任コーチです。武田コーチがプロの世界で培ったノウハウを生為投手は日々学んでいるそうです。今度は真後ろからの球筋もご覧ください。ノーワインドアップから繰り出す直球は最速155キロ。一番の魅力は何といっても強気な投球で、投げっぷりの良さはアマチュア屈指です。大学時代に右肩の故障で一時は戦線を離脱していましたが、現在は怪我も癒え、150キロを超えるボールも復活しました。速球ばかりが注目されていますが、社会人に入り制球力も身についたと生為投手は語ります。この日のピッチング練習でも低めやコースにしっかりと球を投げ込んでいました。それでは今度はスローの映像もご覧ください。注目ポイントは安定感抜群の下半身です。この安定した下半身が馬力のある速球の源となっています。それでは最後に生為投手に意気込みを語っていただきました。ご覧ください。日本通運の生為翼です。ピッチをしております。できるだけ長く、野球をやって皆さんに応援していただけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。